僕らの就職活動。皆さんこんばんは、斉藤よしきです。皆さんこんばんは、佐藤美久です。さて、前回から始まりました僕らの就職活動、はい、この番組はリアル就活生のためにリアル就活生の皆さんが企画を立て、ラジオという公開メディアで就活生による就活のための番組を目指していくという画期的な番組です。はいはい、現在就職活動を頑張ってらっしゃる皆さんはもちろんのこと、その親御さん、おじいちゃんやおばあちゃん、ご親戚、これから就職するぞという方々、いろんな方にお聞きいただきながら、リアルに番組パーソナリティの斉藤よしきくんが、はい、そして毎回登場してくれる就活メンバーが無事に就職できるかをドキュメンタリータッチで応援していく番組です。はい、斉藤くん、はい、一言意気込みをお願いします。はい、まあ、こういう経験なかなか経験できないし、はい、まあ、おそらく誰もやったことない、方法だと思うので、はい、まあ、就職活動生皆さんにいい報告ができるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組、僕らの就職活動で斉藤くんとコンビを組ませていただきます、女優の佐藤美久です。普段はドラマや映画などにちょこちょこ出させていただいたりしながら勉強している、まだまだ駆け出しです。うん、ここ市川うらら FM さんではこの番組の他に毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組と、毎月第1第3金曜日夜23時からはネット配信番組Me Too Show で生配信番組もやっております。他に豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターなど、詳しくは佐藤美久オフィシャルブログをぜひチェックいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。企業の方に直接伺ってみたのコーナー。イエーイ。さて、このコーナーは注目の各社社長様、ご担当者様方に直接はなかなか伺えないことや、企業側の方の本音や求めてらっしゃる人材などについていろいろとお伺いしていくというコーナーです。はい、今回はお忙しいところゲストとしてお越しいただきましたのは、はい、特定非営利活動法人フリーザ・チルドレン・ジャパンのアドボカシー事業担当の福井雄一さんです。はい、福井さんよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ではですね、まずは御社はどういった事業を行ってらっしゃるんでしょうか。はい、ですね、うちの団体はですね、はい、1995年に12歳のカナダの少年、はい、クレイグ・キールバーガー君がですね、うん、団体を立ち上げたんですけども、はい、うちのその事業はですね5つの柱から成り立っていて、はいはい、1つ目が教育、はい、2つ目が水と、衛生、うん、で3つ目が保険、で4つ目が収入確保、はい、で5つ目が農業と食料支援をやって、そこでどうやって支援していくかっていうのを、やってる団体です。はい、はいはい、で、あのアドボカシー事業というのは具体的にどういったものなんでしょうか。はい、ですね、まずはですね、社会問題を知ることによって、うん、社会問題に興味を持つ人たちが増えるじゃないですか。はい、じゃあ興味が増えるとやっぱ行動を移そうっていうことになるので、うん、はい、まず僕たちがやってるのはその世界の貧困だったりとか、はい、その世界の状況などを小中高、うん、まあ、大学に行ってワークショップをしたりとかスピーチなどを行っています。はい、うん、はい、なるほど。私もホームページを拝見させていただきまして、はい、国内事業以外にも海外でもやはり事業をされているということで、はい、かなり幅広く。そうですね、かなり幅広くさせていただいてますね。はい、福井さんも海外の方には行かれたりとか。そうですね、僕はですね、アジアの方をちょっと旅させていただきまして、はいはい、インド、フィリピン、タイ、はい、実際行かせていただきました。はい、どうでしたか、どうでしたか、質問どうかと思うんですけど、やっぱりフィリピンはやっぱりすごい貧困がすごくて、やっぱり小さい子供たちがやっぱりレストラン行っていても、はい、ガラス張りのドアの前でコンコンコンってしてご飯ちょうだいみたいな子はやっぱりいます。はい、では福井さんが、はい、いろいろお仕事をされている中で、はいはい、どういった時にこうやりがいとかを感じられますかね。僕実際のフィリピンのフリーザチルドレンが支援している地域、はい、小さい村に行かせていただいた時に、うん、そのまあいろんな高校とか小学校とか中学校の方から支援を、はい、もらうんですけども、その時に支援していただいたのが、はい、チョーク、はい、
あの、うんうん、なんか溶かして作るチョークみたいなのがあって、その溶かした、はい、ハート型とかに溶かしたチョークとかをあの寄付してくださいってことで寄付して、その実際村に届けたんですけども、はい、やっぱりそのフィリピンの小さい村の人たち、そのチョークとかを見たことがなかった、使ったことがないから、そう、なかなかやっぱり勉強とかする環境が少ない、うん、少ないですね、わからん、チョークというものが知らない、わからないんです。そうですね、ある小さな子はそれを渡した時にもうずっと握りしめていて、すごい飛び上がってたのがすごい印象で、実際その支援がその子たちに届いてるっていうことを知った時にやっぱりやりがいがあるというか、あと服とかも渡した時もやっぱりもうすごい私のものみたいな感じで、もうキラキラね、喜んでる笑顔を見た時にはいいなって、素敵だなって思いました。はい、こうあの支援をしていく中で、はい、こうちょっと、ま、大変というか、はい、こう自分が一番ちょっと大変だなって思うとこってありますかね。そうですね、僕あんまりそういうことがなくて、なんか大変だなと思った時も将来自分の絶対糧になるなと思って、挑戦だなと思って、大変な時もポジティブな考えでやってますね、はい、ちなみに、はい、どうしてこの会社に入られたんですか。僕ですね、はい、あの大学2年生の時に、はい、あのインドに学校を建てようっていうプロジェクトの代表をやってまして、はい、あの150万円で学校を建てるっていうプロジェクトをやってたんですけども、その時フリーザチルドレンさんと出会って、はい、そういうが、ね、あのいろいろなプロジェクトをやっていくうちに興味をすごい持ったっていう感じです、はい、あのホームページを見てると、先ほども冒頭でおっしゃっていただいたんですけど、12歳の会社を作ったということで、はい、結構こう若い方がたくさんいらっしゃるなというふうに感じられたんですけど、はい、うん、やはりそうなんですか、ね、うちの団体はですね、あの主に運営とか大人がやってるんですけど、うん、主にじゃあどうやってアクションを起こせばいいんだとか、うん、アクションするとやっぱり小中高の人たちが、うん、あの自分たちでどうやって世界を変えようかっていう、うん、あの行動を移すんですけども、うん、うちはあの得意なことプラスその社会問題を掛け合わせて、じゃあどうやってアクションを起こしていくかっていうのをやってて、ある子はフリーマーケットが好き、あ服が大好きだから、うん、服の問題と、あちょっとごめんなさい、あの服大好きな服と、はい、あと世界の教育についてを掛け合わせて、あのフリーマーケットに自分の服を出し、うん、世界にはこういうことが起きてますよっていうのを伝える活動もしてます、うんうん、では御社ではどういった人材を求めてらっしゃいますか。そうですね、うちの人材はやっぱりですね、社会貢献をしたいとか世界を変えたいっていう熱い思いを持った人と、やっぱり人材を求めてます。ではちょっとできる範囲で結構なんですけれども、はい、あの採用のポイントであったり基準などについてはお話しいただけますか。そうですね、やっぱり誰かを愛せる力、うん、その素晴らしいです。愛せる力、はい、だから困っていた人がいたら愛を持ってこう接する方だったりとか、うん、あとその勇気を持って行動できる人、うん、はい、例えばあのおばあちゃんが座っていた時にどうぞって、その勇気を持って行動できる人ってのはやっぱりうちが求めてる、うん、そうですね、普段の生活でこういろいろ親切にしていくというのが大切ですね。そうですね。ではですね、ちょっと斉藤くん、はい、よしきくんからちょっとキラークエスチョンをお願いいたします。はい、はい、福井さんの、志について教えていただきたいと思います、はい、僕の志はですね、はい、世界中の子供が笑顔で自分の夢に向かって生きていける世界を作っていきたいなと思ってます、はい、おー素晴らしいですでもしもう一つあったら、はい、じゃあ斉藤君、もう一つ、はい、失敗や挫折で得たこと、はい、何かあったら教えていただきたいです。僕結構人生で失敗してることの方が多くて。あ、そうなんですね、はい、でも失敗って挑戦した結果が挑戦して失敗することがたくさんあると思うんですけども、うんうん、その失敗した後にどう次に行動を移すか、うん、どうやってポジティブに考えて頑張ろうと思えるかが僕は大事かなと思ってます、うん、はい、では最後に、はい、ラジオを聞いているもしくは映像配信版を見ている、はい、就活生に一言メッセージをお願いいたします。はい、あの皆さん多分就活とかね、あのすごい大変だと思うんですけども、絶対縁のある会社はあると思うので諦めず頑張ってほしいなと思ってます。はい、で普段のね皆さんやっぱ心がけがすごく大事なんだなっていうふうにすごく感じられました、はい、本日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。この後のコーナーもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは、以上で、企業の方に直接伺ってみたのコーナーでした。続いてのコーナーはラジオで模擬面接のコーナー。イエーイ。
このコーナーは実際の就活生の方に斉藤くん以外にスタジオにもう一人お入りいただいて特定非営そうですね、そうあ特定非営利へすいません特定非営利特定非営利活動ありがとうございます。すいません、はい、わかりました、すいません。このコーナーは実際の就活生の方に斉藤くん以外にスタジオにもう一人お入りいただいて特定非営利活動法人フリーザ・チルドレン・ジャパンのアドボカシー事業担当の福井雄一さんにラジオで公開模擬面接を行っていただきたいと思います。今回体験いただくのは斉藤聡くんですということで、まあのラジオで一緒にやっている斉藤よしきくんと斉藤が一緒なので、はい、私、はい、さとしくんとお呼びさせていただきますので、はい、さとしくんよろしくお願いします。はい、斉藤さとしです。私は現在高校2年生でビジネススクールに通っています。よろしくお願いします。はあ、すごい素晴らしい、すごいね。17 16です。16 すごいね。16私の妹と同い年ですね。びっくりしてます。ではですね、早速、行っていこうかなと思います。はい、ラジオで模擬面接スタート。はい、じゃあ将来の夢は何ですか、さとしくん。はい、私の将来の夢はワクワクすることのみで生きていくことです。私は志と夢は違うものだと思っていて、夢は自分がどうなっていたいかだと思っています。なので私は感情が動くこと、つまりワクワクすることのみで生きていきたいです。はい、僕の将来の夢は発展途上国に行き道路や井戸を作りに行きたいということです。舗装されてない道路や水質汚濁など、まあ、病気や不便を我慢して、まあ、生きるために頑張っている姿を、まあ、ドキュメントでよく見かけることがあるんですけども、まあ、いても立ってもいられないという感情が、はい、はい、起こりますね。なるほど、はい、じゃあ次ですね、ご自身のキャッチフレーズやキャッチコピーを教えてください、よしきくん。はい、僕のキャッチコピーは短いんですけども、はい、周りを巻き込むポジティブシンキングと笑顔が持ち味です。うんうんうん、はい、私のキャッチフレーズは楽しさの薬剤師です。私はもともと人を楽しませること、喜ばせることが大好きで、イベントも開催しました。なので、私生活でも、身近な人を楽しませるために意識しています。じゃあボランティアの経験はありますか、さとしくん。はい、あります。私は現在高校のボランティア部の部長で、部長として近くの小学校に出向き子どもたちの遊び相手をしています。私自身ボランティアをしているという意識はなく、私が子ども時代にしてほしかったことをしています。以上です。はい、僕のボランティア経験は中学校の頃に老人ホームでお手伝いをさせていただける経験がありまして、まあ、そこでご年配の方のお話し相手になったり、まあ、お食事を届けることで想像以上に感謝の言葉が返ってきたので、それがとても嬉しかったです。今思えばボランティアってこれが自分のモチベーションにつながるのかなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。それでは福井さん、今の2人の回答について各々フィードバックをお願いいたします。はい、ですね、よしきくんになんですけども、はい、将来の夢は何ですかということで、はい、発展途上国ですね、はい、行きたい、行きたいんですよ。多分ね、それは実際に行ってみた体験談を言った方がもっとグッてくるかなと、はい、そうです、僕は思いました。はい、はい、でですね、2つ目質問で、ご自身のキャッチフレーズやキャッチコピーを教えてくださいということで、ですね、さとしくん、はい、楽しさの薬剤師、はい、もう最高ですね。ありがとうございます。素晴らしかったです。聞いた瞬間絶対撮ってやろうと思いました。あ、もうすごい、もう即撮れました。なんでかというと、そのなんて言うんだろう、その、うん、すごいなんかユーモアがあって、人間性がちょっと知れたかなって僕はすごい思いました、この一フレーズで。はい、ぜひ使ってください。はい、ありがとうございます。
皆さん参考になりましたか？福井さん本当にありがとうございました。なおこの模様はもう一度ご覧になりたい方はですね、放送後約1週間以内にアップされる今回の番組再編集映像配信版をぜひご覧ください。以上ラジオで模擬面接のコーナーでした。皆さんなんともエンディングの時間になってしまいました、はい、僕らの就職活動いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4火曜日夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間にお目にかかりたいと思います。では今回が2回目ということで、はい、どうでしたか？そうですね、まあいろんなアドバイスもらって、うん、まあ、勉強になりましたし、うん、その実際に体験談を交えて話した方が相手のイメージしやすくなると言っていたの、おっしゃっていたので、うん、とても勉強になりました、うん、ちょっと、2回目なんですけど、はい、まだまだ緊張してて、はい、ちょっとまあ外も暑いんですけど、そうですね、まあ、ここクーラー効いてるのに暑いなと思ってまあちょっと人口密度が、ね、高めですからね、はい、まあ、とっても緊張してます。さっきもあの海外のね、はい、あのタイに行かれたっていうことだったんですけど、はい、今後なんか行きたいところとかありますか？例えば就活を終えてからでもいいんですけど。そうですね、就職活動を終えてからバックパッカーをしたいと思ってまして。それは、何ですか？簡単に言うと、ま、最低限の費用で、うんうんうん、大きいリュックサックを背負って、はい、海外に行くっていう。ああ、もうスーツケースじゃなくてバックパックなんですね。もうリュックで一つで行きたい。はい、行きたい。それでまあヒッチハイクして、ああなるほど、ヒッチハイクして移動したり、いいですね、野宿したりっていうのをしたいんですね。あ、なるほど、はい、ではそれをね目指して、はい、目指してというか、まあ、本来は就職することが、そうですね、一応ゴールではありますので、そうですね、ぜひぜひ、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます、そして、この番組ではですね、お聞きの皆様のご感想そしてご意見お待ちしておりますので、どうぞこちらまでお願いいたします。ファックス番号0473033974、0473033974、メールアドレスは英語の小文字で fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp、 僕らの就職活動までお待ちしております。それでは僕らの就職活動、皆様のお相手は斉藤よしきと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。